カズサマートというですね、植物系 の、 バイオマートっていう、そのデータを、たくさんのデータをこう自分の欲しいものだけ取ってくるっていう仕組みがですね、実はあって、午後1でやった遺伝子発現データの使い倒し術のところにも、そのバイオマートに関しては記述があるんですけれども、それの、特に植物版ということでですね、カズサ DNA 研究所である千葉県にある研究所から来ていただいた藤沢さんに、ご説明をしていただきます。じゃあお願いします。カズサ DNA 研究所の藤沢です。よろしくお願いします。ちょっと皆さん、この、機器の方を使われてたんですけど、私このカズサマートのところをクリックしていただくと、カズサで、構築している、カズサウィキというところに、使い方、今回説明する内容を、記述しましたので、こちらをご覧になりながら、最初説明を聞いていただければと思います。難しいことは、ほとんどないので、実習の時間をできれば多く取りたいと思っております。で、かつさん、ちょっといろいろ端折ってしまいますが、カズサマートとは、このライフサイエンス統合データベースプロジェクトの、植物および植物関連微生物のゲノム情報データベース統合と、高度化の枠組みの中で、開発されている、高度情報集積データベースの一つとして、現在34生物種の、光合成細菌のゲノムデータを、バイオマートという、マートシステムに導入して現在試験運用を公開しております。なかなか、まだまだいろいろ不具合があって、それの改善を、行っているとともに、植物のデータも現在、投入中です。ところで TV の方に、過去に、中村さん先生や、岡本、このプロジェクトの、岡本さんが、発表されてますので、そちらの方を見ていただければ、他の、ものに関しては、すでに、語られていると思うんですが、一部、カズサの、データを説明するにあたってカズサノテーションとシアノベースについては、簡単に、ご紹介いたします。でシアノベースは、カズサ DNA 研究所が1996年、シネコシス SPPCC6803 という、卵巣、世界に先駆けて、ゲノム解析、全ゲノム配列を決定を行った生物種です。で、こちらにシアノベース、現在38生物種入っているんですが、この、それぞれの、ゲノムが、カズサマートに、投入されております。で、あと我々の枠組みの中でジーンインデキシングという、文献情報、文献中に、遺伝子が、について言及されているセクション情報及び、ジーンシンボルの記述を、アノテーションとし、情報として残すという、アノテーターによって枠組みが行われております。でこのように、フィグや、いろんなセクションのにのどこに記述されているかという情報が集積されています。で、その情報というのは、ソーシャルブックマークによって、遺伝子の、URL ページに対してブックマーク情報をブックマークするという形で、例えばこの SLR0473 という、遺伝子に関して、このパブメド ID9278513の、文献中のイントロや、リザルトディスカッションテーブル1テーブル3といったように、ごめんなさい、こういった情報が、ソーシャルブックマークとして残されております。で現在、ジーンデキシング、これらの、
生物種の、つまりの、が、記述された、遺伝子に関する記述が全てソーシャルブックマークとして残されています。つまりこれらの生物種の遺伝子について言及した情報というのは全て、ブックマークとして集積されていると。で、その情報というのは、カズサアノテーションという、開発されたシステムに、情報として集積されています。で、続いてバイオマートについて説明いたします。バイオマートは EBI と、コールドスプリングハーバーの、共同開発によって、開発されたクエリ指向型のデータマネジメントシステムです。で、これあ、後にメリットは出てくるんですが、まずウェブブラウザー上で、ゲノム情報を反映した細かい検索が、まあ、クリックだとか簡単な入力によって、データを収集して、絞り込みの検索等が行うことができます。で、その、検索を行った結果っていうのはテキスト形式や、HTML 形式、Excel 形式といった形でダウンロードすることが可能になっています。で、また、多数の、まあ、例えば統計解析ソフトウェアである R だとか、まあ、DBCLS の方で、公開されている Galaxy 等からも、アクセスすることが可能で、非常にデータの再利用性の高いシステムになっております。で、カスタマートに、そのシアノバクテリアの、データを、インポートしたんですが、シアノベースの、ジェノミックコンテクストやアノテーションジーントランスクリプトモチーフ、ホモロガスな情報エクスターナルリンクといった情報が、ゲノムデータベースの方に入っております。またカスタアノテーションの方にジーンデキシングという文献情報もしくは、ミュータントの情報も、カズサアノテーションの方には入っておりまして、これらのデータを、まあ、基本的には、変換することによってバイオマート DB に格納して、カズサアノマートとして公開しております。で、普通のゲノムデータベース、まあシアノベースといったような、普通の、データベースというのは、まあ、キーワード入力によって、ブラウズすることが、比較的、容易な、データベースなんですが、カズサマートというのは基本的にチェックボックスやセレクトメニューリスト入力といったように、どちらかというと、まあ、キーワード入力というのは、まあ、曖昧部分一致であっても、検索することが可能なんですが、カズサマートの場合、バイオマートの場合には、決まった値でを、選択してあげない と、検索することができない。シェアのベースが柔らかい、検索とすると、まあ、カスタマートの方は、硬い検索、まあ一長一短があって、どちらがいいとも言えないんですが、まあ、両方、共存して、データベースして、利用すればいいかなと思っております。で、バイオマート全般的にそうなんですが、基本的な操作というのはこの7つ、になります。データベースの選択、データセットの選択、3番目に、アトリビュートを選択してフィルターによって、条件を絞り込んで、5番目に、カウントで、データ件数を確認で、リザルトボタンを押してリザルトの一部を確認して、最終的に、HTML やタブ切りやカマク切り、Excel フォーマットといったような、ファイルがダウンロードすることができます。で、基本的には、操作としては、こういう状態で、あとはバイオマートの方で、バイオマートとして、公開している、サイトが、まあ、どういうエントリーを扱っていて、どういう、検索がしてほしくて、どういう情報がを持っているかっていうことだけが違うものであって、システム自体はこの、7つの操作によって欲しいデータが、絞り込んで取得することが可能になっています。
実際に実習を始めたいと思います。まず、シェラベースの、シネコシステス SPPCC6803 の全遺伝子から、光合成遺伝子を絞り込んで、属性や 配列を取得するという、操作を実際にやってみたいと思います。で、カズサバートもらって、まずデータベースを選択します。まあ、これは、データベース、シアナベースしかないので選択してください。次に、データセットを選択するメニューになります。で今、シネコシスティス SPPCC6803 これ下から2番目になります。でこれを選択します。そうすると、右側に、アトリビュートとフィルターという、表示が現れます。で、あとは、これらを選択するんですが、まず、簡単に、アトリビュートを見てあげると、これもちょっとこれから少し変えるかもしれないんですが、基本的にはジーンフューチャー、プロテインフューチャー、ジーンオントロジー、まあ実際には、インタープロ IPR2GO というインタープロのエントリーからジーンオントロジーアサインマッピングされた情報をもとに、ジーンオントロジーアサインしてますの情報、ジーンインデクシング先ほど説明した、文献情報ですね。で、あとミュータントの情報、あとエクスターナルリンク、まあ中を見てもらえば、いろいろな、アトリビュート、その、属性の情報が、表示されています。でまず、光合成、3番目、フォトシンセス&ディスプレーションの、遺伝セットを絞り込むために、まあ、これを、まあ、手で入力してもいいんですが、まあ、コピーして、フィルターのこれ基本的にはアトリビュート と、フィルターの項目は、大体一致しておりまして、遺伝子の、フィルターの遺伝子の、クラスっていうところが、まあカテゴリー相当します。これ、名前がちょっとおかしいのは、GFF から、まあ、できるだけそ、GFF という、バイオマートに格納するためのデータソースをそのまま、格納しているためにカズサマートの方、DB の方に格納しているために、ちょっと名前がおかしいんですが、そこでクラスのところに、先ほど、コピーした、カテゴリーを入力してクラスをチェックします。するとで、カウントをクリックします。20-30 人が、一度に使うということをこのシステムまた経験していないので、トラブったらちょっと仕方がないんですが、そうすると、この、データセットの上のところに、エントリーズ、3725エントリー中、143、これが、全遺伝子が3725のうち143がこのクラスに属しているために、絞り込みができたと。で、まあ、一応、リザルトでチェックしています。で、まあ本当に絞り込めたかどうか、よくわからないので、これ、結果としては10件出ます。で、アトリビュートの、一応ここクラスとサブクラスを、セットしてあげてください。で、先ほどカウントしているので、リザルトを押します。
今やった操作っていうのは、表示項目を増やすという操作になります。先ほどフィルターの方でチェックを入れたっていうのは、条件を絞り込むための操作で、今回アトリビュートのチェックっていうのは、その属性、ここ今クラスとサブクラスという情報が、追加されています。で、確かにこのクラス、指定した絞り込みのクラスだけ、取得できていると。で、さらにもう少し、絞り込んであげようと。次に、サブクラスが、フォトシステム1というものだけを絞り込んであげます。先ほどと同様に、フィルターのできるようにサブクラスの、入力ボタンに、フェーズとして、チェックをしてカウントします。すると先ほど143件だったものが16件まで絞り込むことができました。で、ここは、リスト入力なので改行によって複数入力することも可能です。そうすると、オア検索、どちらかが、ヒットしていれば、取得できるという、条件になります。で、リザルトを押してあげると、確かに、サブクラスがフォトシステム1という、のものだけが絞り込めていると。で、さらに、PSBA 遺伝子を絞りたいと思います。ただし、この生物種には、123という、パラログが存在しているので、PSBA は A とだけ、入力しても、フィルターの、今度は人シンボルなので、こちら、0件となってしまいます。で、まあ、正しくは1すいません、定入力で、入力してあげると、あれ、そうです、すいません、PSBA は、1じゃなくて、これすいません、サブクラスを外してください。で、リストカウントしてあげると、あ、すいません、出ました。これらの遺伝子はフォトシステム2の、遺伝子であるので、で、リザルトを押してあげます。で、確かに3件の遺伝子で、あとは、絞り込める遺伝セットが限定できたら、あと、もし欲しい情報があるとすると、例えば GO の ID を、チェックを入れてリザルトをしてあげれば、その欲しい情報が、取得できます。で、さらに、こちらの、Export All Result To の、ここでファイルのタイプを指定してあげて、形式を指定してあげる。で、ここで Go というボタンを押してあげると、データのダウンロードが始まります。すると、確かに、こちらの方で、データが取得できて、
この、今 TSV を指定したのでファイルが取得することができます。で、まあ、これは、他の解析に回したり、まあ、自分で Excel で管理されたりとかっていった、まあ、用途があるのかなと思います。で、次にアトリビュートのところをクリックしてもらって、この今までフューチャーズを指定してたんですがシークエンスを指定してあげます。と今度は、今の絞り込み条件は維持されたまま、今の3つの遺伝子の、配列が取得できます。でこのシークエンスの中で、今のところ、例えば CDS の、配列が欲しい。でリザルトを押すと、今の3つの遺伝子の、塩基配列のがファスタ形式で、表示されます。でこれもやはり、Go ボタンを押すと、マルチファスタ形式のファイルが取得できる。で、こういったことは、シアノベースの方ではできないので複数の、配列が、バイオマートから取得することができます。でさらに、いくつかメニューがあって、アトリビュートの例えばここに、アップストリームフランクここに、100と入力してチェックを入れてあげる。で、リザルトと今の CES の上流100ベースを含んだ、塩基配列が取得できます。まあ、基本的に、先ほどから申しているように、データベースとデータセットを指定した後アトリビュートとフィルターの組み合わせで、欲しい情報を取得して絞り込むっていう操作だけなので、これは、まあ、カジサマートに限らず他の、バイオマートで、提供されている、データなら、同じように取得することが可能です。ただ、フィルターの、データアトリビュートの項目や、フィルターのデザインというのはそれぞれの機関によって、異なっているので、まあ、欲しい検索があるかどうかというのは、そのシステム次第ということになります。で次に、まあ、同じようなことなんですが、今実習に、ディスクリプションがハイプセティカルプロテインのうち、文献中に遺伝子名が命名されている遺伝子セット、これ先ほどのジーンデキシングによって、拾われてきたジーンシンボル、つまり、この生物種っていうのは2003年に、あの再アノテーションがされてから、かれこれ7年ぐらい更新されていないハイプセティカルプロテインなんですが、その後論文に中で遺伝子名が、命名されたりで、もしかするとリアノテーションの可能性のあるような、情報っていうのも取得することが可能です。まあ、それを、実際にやってみたいと思います。で、ちょっと一度、ニューを押すと、今セッションが、キャンセルされます。下に書かれているように、まずデータベースをシアノベース1、データセットを同じように6803を指定してあげて、あとは今回の場合にはまず、フィルターの、ジーンディスクリプション にハイポセティカルプロテインを入力してチェックを入れます。で次にもう一つ説明がしてないんですが、実習にを急いで、やってます。ジーンの、ディスクリプションに、を入れて、カウントを押すと、絞り込みの結果1192件、ヒットしています。
で、先にアトリビュートの方のジーンデキシング、今回は、文献、これちょっと説明をさせていただきます。 GI タグっていうのは、文献中のどのセクションに、出現したかという、これ GI タグっていうのが、カズサノテーションに入っているローデータです。 GI セクションっていうのは少し、FIG1、FIG2、FIG3 とかっていうのは FIG としてちょっと丸めた、データが入っている。で、今回は人シンボルが言及されたかどうかを知りたいので、こちらの、パブメド ID と GIG ネームをチェックを入れます。で、フィルターで、今度はフィルターで、同じようにジーンデキシングの、G ネーム、ジーンシンボルが言及されていたかどうかということなので、G ネームが1件以上あるものをということで、ここに1を入力してあげます。と、データセット、この結果46件、リザルトをチェックしてあげると、ちょっと多めに表示するために50件。こちら、頭の方にあるのは、2003年のアノテーションの時にジーンシンボル、ついていない。もちろん、ハイポセティカルプロテインなので、アノテーションというのはついてなかったんですが、その後、文献中、この文献中に、それぞれ、ジーンシンボルというのが、言及されてまして、こいつらというのは、これらの遺伝子名が、ついて機能解析によってハイポセティカルプロテインが別の、リアノテーションすべき、遺伝子群である可能性があります。で、最後にすいません、こちらのポータルサイトの、マートビューというところ、上のところをクリックしてあげると、データベースの選択、ここで、バイオマートシステムを導入しているデータベース1群が出てきて、この中に、シアノベース1、というデータベースがあります。ここを選択すると、データセットをセレクトできるようになっていて、こちらでも先ほどのカズサマートのサイトと同様に検索することが可能になっています。まあ、リストアップだけで紹介しませんが、こういったアプリケーションからバイオマートっていうのは、利用することが可能で、まあ、データに対する、アクセシビリティがすごい高いというのが、一番のメリットです。で、例えば、統計解析ソフトあるで、このような、あ、ごめんなさい、記述、数行の記述をしてあげると同じように、タグリのデータが出力できたり、まあ、こういった、便利な側面もあります。以上です。